いざきゅうりゅうのダラダラゲームチャンネル。地に引っ張れないものは投げてくれ。
2階にいる。発見次第殺害せよ。複数いる場合に備えてロビーに増援を送れ。やった。コーサーは3階だ。2体目の侵入者が長宮付近の東棟にいるとの報告。誰だ。
けの階段と廊下にバリケードを築け。食べ食う虫も好き好き。やった。行こうと思ってかけるわけじゃないんだ。素晴らしい。
やった。しかし素早いもんだ。元の配置に戻れ。コーサーはエレベーターに接近している。
いいね。あいつを追い出せ。ところは安全だと思う。Thank you.
さあ行こう。入った。助けに来た。それで彼女をすんなり引き渡すと思っているのか。私をずっとつけていたな。何が本当の目的だ。それでこの人造人間は一体何者なんだ。脱走者、ランアウェイ協会の所有物。私は彼女を停止して取り戻す。一方でお前は他と同じように死ぬ。
ハッキングすることはできない。なんて言ったらいいか。何も言わなくていい。どういたしまして。私のインスティチュート認識番号は K198。 でもジェニーの方が好み。まだ知らなかったらだけど、私は人造人間よ。交差を放ったのは知っていた。ただこんなに早く発見されるとは思わなかったわ。私も逃れたと思ったけれど、その後この傭兵たちに捕まったの。それでこんなことになった。改めて助けてくれてありがとう。補給品を探してから行くわ。あと聞かれる前に言うけど、これ以上助けはいらない。連邦は容赦ないわ。自分でどうにかしないと死ぬことになる。今度はもっといい状況で会えるかもね。そうなればいいんだけど。間違えたら一巻の終わりだ。BOS はかなり進んだ恐ろしい団体でね、人造人間を抹殺するためにここに来た。くそ、これを広く伝えてほしい。 BOS はみんなの敵よ。和平の可能性なんてない。何でも屋のトムがフェール政府計画の先頭に立って、コードネームレッドグレアっていう BOS と取引するの。でも差し当たっては相手の様子を伺って、こちらの軍事行動に近づけないようにする。焦点はインスティチュートのままよ。みんなそれぞれに仕事があるわ。それをこなしてほしいの。ここに報告書があります。むしろ漫画みたいだけど。どうやらグリーンテック遺伝学研究所で激しい戦闘があったようね。ああ、それをやったのは俺だ。コーサーを倒したからな。報告書にもそう書いてある。信じがたいけれど、コーサーには何の思い入れもないけど、社会通念ではコーサーを見たら戦うよりも逃げるものでは。なぜ殺したの？コーサーのチップの解読について何か知っているか？コーサーのチップを持っているの？無傷で？ついてきて、今すぐ。コーサーのチップの解読は非常に繊細な作業になる。ハムが君と話したいってさ。間違いにつながる動作が山ほどあって、一つのミスでデータを失ってしまう。幸いなことにその仕事にうってつけの人間がいる。やあデズ、何か用事？トム、コーサーのチップが手に入ったの。わお、本物？うわ、久しぶりだな。前にこれで大当たりを出したわよね。チップを渡して、何が書いてあるか見ましょう。コーサーのチップから何が得られる？チップに書かれているのはコードだけじゃない。制作方法から素材までの全てが敵に関する情報になるのよ。我々エージェントと救出の対象である人造人間にとっては、些細な物事が生死の境目になりかねないの。さあ、それを渡して分析してもらいましょう。
これだ。行くわよ、トム。奇跡を起こして。待った、チップ君。サーキットアナライザーを試してみよう。アナログのコレクターにちょっと細工をしたんだ。なんだ、参ったな。クラッシュするなよ。しっかり。メモリーのちょっとしたトラブルだ。さあ来た、暗号化アルゴリズムだ。いいぞ、まだ動いてる。ここでは常に見張られていると思う。参ったな、最後の暗号に桁数を追加してやがる。ああ、こいつは。頼むよ、パターンを見せてくれ。どこにあるんだ。待て、キージェネレーターに同じ対数関数が使われている。いやー、ラッキーだ。捕まえたぞ、インスティチュート野郎。捕まえた。 N の値を求めるんだ。よし、その底の値を教えてくれ。やった、コードを手に入れた。ホロテープにダウンロードするよ。よくやったわね、トム。この幸運が次まで続くかはわからないけどね、デズ。それからエージェント、我々に役立ったのと同じくらいそちらの役に立つといいんだけど。よくやってくれたわ。確信はなかったんだ。必要なものは手に入ったか。これがコードだ。驚くべきじゃないんだろうな。結局のところケロッグを倒したんだものな。コーサーも同じようにやっつけたのか。どうやって解読したんだ。レールロードが助けてくれた。ん？あの変わり者たちは。彼らは自動販売機を開放するとか、コンピューターターミナルを自由にするとか、そういうことに忙しいのかと思ってた。失礼、そんな感じの評判だったんだよ。忙しかったのは君だけではない。私も最善を尽くした。長年にわたる記憶や耳にしたことをかき集めてね、君のための設計図ができた。簡単ではなかった。この手は全くひどい状態だから、細かい作業をする能力が消えてしまった。簡単に説明するとこうだ。君は装置を作る。そいつはインスティチュートがコーサーのテレポートに使う信号をハイジャックして、代わりに君を送り込む。この設計の一番イカれている部分を知ってるか。あのクラシック音楽ステーション、あれが中継のための信号を流しているんだ。全てのデータが調和振動数になっている。君はずっと聞いていたんだよ。一言言っておくが、これは私の専門分野ではないんだ。専門はバイオサイエンスで、エンジニアリングやアドバンスシステムといったものではない。バイオサイエンス、アドバンスシステム、何の話だ。インスティチュート内の部門の話だ。専門家集団が様々なプロジェクトに取り組んでいる。後でわかるよ。だがこの装置を組み立てて、あのコードが使えれば、インスティチュートの中継局からの信号を上書きできるはずだ。できるか、というか組み立てられるのか。手伝ってくれる人はいるか。こいつは一人の手には余るぞ。たとえ君でも。この装置が完成すれば、インスティチュートへの道が開かれるんだな。そうだ。もしも正確に組み立てられれば、頼むからうまくやってくれ。双方のために成功させなければ。取引を忘れないでくれ。私は最善を尽くして君を助けた。うまく入り込めたら、あの血清を見つけるんだ。それが正常でいられる唯一の希望なんだ。だから見つけてくれ。さあ始めよう。これを持って仕事をしよう。何としてもやってくれ。知り合いに助けを頼んでくれてもいい。